MI ヘッドライン MC のダーリンハニー長島です。それでは早速本日のゲストをご紹介しましょう。クロスボーダーの皆さんです。お願いします。お願いします。本来は9人組ですけど、今日はその中の4人に来ていただいたということでございまして、自己紹介をじゃあ最初にお願いいたします。じゃあ行っちゃおうね。はい、赤色担当茜吉田です。よろしくお願いします。お願いします。はい、白色担当の犬飼美緒です。お願いします。お願いします。はい、黄色担当東條虎丸です。お願いします。お願いします。はい、青色担当冴島みなみです。よろしくお願いします。お願いします。何人も冴島さんが自己紹介してね。なんかトーン間違えました。声のトーン間違えました。声のトーン間違えました。ちょっと。声のトーン決まってるんですか？大体皆さんちょっと高めにいっちゃったかな。あ、そうなんだ。でもラ行が苦手らしい。ラ行苦手なんで。あ、なるほど。そこだけ気をつけてもらえばね。そうですね。もう今回このね番組初登場でございますけども、まあ早速ですけどもクロスボーダーっていうグループ、この名前っていうのか、どっから来てるんですかそのクロスボーダーっていう。なんなんだ。コンセプトはあるんですよ。コンセプトじゃ犬飼さん。国境と常識を超えていくみたいな。ほぼ飛行機と一緒です。飛行機と一緒で着陸せずにずっと飛んでいく。国境を超えてなんか常識を変え世界を変えていくみたいな。ちゃんとコンセンサス取れてます。なんか合意取れてますか今。ちょっとね。あ、もうずっとそれでやってきました。それで。一人一人聞いたらじゃ理由違うような雰囲気。保安とありましたけど今ね。そうだよね。ずっとそう。大丈夫です。大丈夫。それイメージして今までやってきてるんで。それでやってきてるんですね。やってきてます。もうそれだけは頭に置いてるんですけど。なるほど。了解です。このクロスボーダーは、まあファーストシングル「劇場リベレーション」、そしてセカンドシングルの「リニアモータースター」がオリコンデイリー1位。はい、すごいすごいすごいですよ。すごいすごいですね。ちょっと新体制になった。そうなんです。はい、そうなんですよ。だから新体制になって初めてのシングルがサードシングルのワイルドパーティーになったそうです。ということでございまして、この新体制にはどういう経緯でなってったんですか。なんかあったのかな。結構ね大人のね大人の事情が組み合わさってできた新体制。なんかもともとみんな。別のグループで活動してたんですけど、それがもうみんなガッてなってクロスボーダーとしてまた新たにデビューしたって感じです。なるほどなるほど。じゃあお一人ずつそのなんか元の活動とかちょっと聞いていきたいんですけど、じゃあ茜さんから元どういうグループで元々なんて言ったらいいの？事務所は同じね。そう事務所はみんな同じ。事務所は全員一緒。はい全員一緒で、まあ約3つのグループがこう重なって。そう合体してみたいなはいなったんでそうなんです。で元々はバロックっていうグループをやってた。いやもうしなくていいですよ。別にやってきたことやっぱ自分で。あそうバロックっていうグループやってました。はいそうですね。誇りにもない。そう約1年ぐらいですね。はいそしたらなんか急にこうなるよって言われ。あなるほど。そうですね集められたみたいな感じです。ああバロックっていうグループを最初やってた。はいそうです。なるほど。じゃ犬飼さんは。僕はそのここにある南くんと同じグループだったんですけど、そうです。そうなラストシンデレラっていう天空アイドルだったよね。超人気天空アイドルとして、超人気天空アイドル難しい表現ですね。としてちょっと活動していたんですけど、まあガッとなってクロスボーダーになりました。なるほど。冴島さんもその感じでいいんですね。同じだったから同じグループで。そうですね。はい同じグループでやってました。やってました。はい。他に補足はないですか？大丈夫ですか？はい、ないです。ないんだ。超人気天空アイドルはね、嘘だけどね。あ、超人気。嘘なんだ。嘘だよ全然。好きだったけどね。好きだった。あ、そういう人もいましたね。大丈夫ですか？はいはい。東條さんは？僕はですね、モンスターパレードっていうグループにいました。あ、なるほどなるほど。そうですね。オーディションっていうのは最初あったんですか？もちろん多分。アイドル始めるときにオーディションとかスカウトとかあったと思うんですけど。ありましたね。ありました。それはありました。ありましたね。その記憶っていうかそのなんか思い出あります？なんかどういうところからエントリーして始まったんですよみたいな。うん。それはあります。ありますね。ありますね。冴島さんどういう思い出があります？ああそのクロスボーダーの前の姿勢悪いよね。楽屋だと思ってやめてメディアやから。そうだよ。もうちょっとじゃあ姿勢よくしていいですか。姿勢よくして。おい逆だろ。すみません間違えました。デロンとしないでデロンと。面白い。知らそうなんだからデロンと。面白いよね。今いないけどデロンとそうな人いないけど。今日調子いいね。調子いいね。面白いですよ。話してあげて。オーディション。いやラストシンデレラっていうその前のグループに入るときになんかスカウトされてましたね。僕ははい。なるほどなるほど。TikTok やってそれでちょっと事務所の人に声かけてもらってっていう感じです。あ、そっからだったんですね。なるほどね。道場さん。僕は本当に何もやることがなくてで高校生だったんですけどまだ。なんかみんな進路とか決まってるときに何もないってなってで僕の友達がそのなんかそこら辺にちょっと詳しくて、うん、でそこで、うん、そのクロスボーダーのメンバーを集めますみたいなのがたまたま流れてきてて、それに友達が「もうここ行きな」って言って、うん、で一旦やってみようかなって言ってでクロスボーダーのところ応募してみたいな、うん、でそしたらクロスボーダーの応募っていうか事務所全体の応募だったんでそのモンスターパレードになったんですけど。ああなるほど。じゃあ割とこう多選じゃないけども流されてちょっと始めてみようかなみたいなとこから始まった。そうです。ああなるほど。犬飼さんはかなり近くて自分も本当にもともとアイドルが好きだったんですけどなんか友達一緒で本当に友達がアイドルしててやってみようかなみたいな何もなんかすることなかったんで。なんかやってみようかなみたいなアイドル好きだし死ぬまでに1回やりたいなみたいな思ってすごいですね海外旅行みたいなそう死ぬまでに1回やりたいなって思ってで本当同じクロスボーダーみたいなやつの応募フォームをこれ応募してみなって教えられて応募したって感じです。へえなるほどそうなんだよねそこ今初めてねそう今初めて知ったあんま知らなかったあんま知らなかったけどそういう話あんましないですかそのなんかしないか。そうです。改まってはね。改まってはしないですかね。あかねさんどうですか。がもともとスタッフとしてなんかバイトでいたので、ほう。そうなんか特典会でチェキ取ったりするんですけど、それを取る係で。ちょっとスタッフだ本当に。はい。いっぱい取ってくれてる。そう取ってます。あそうなんだ。取る係でやってて、そしたらなんか声かけられてみたいな。やってみないって言われてそこから入りました。わすごいその入り方斬新ですね。斬新ですね確かにそうですね。かっこいいよね。かっこいいよね。板の上にね。ねはい。気づいてないから。確かにね。このクロスボーダーでこの4人でやりますよってなった時にどういうこう気持ちになりました。このメンバーかと。4人ではないですけど。ごめんなさい。ごめんなさい。もうね視野が狭いから9人って言わなきゃいけないけど。4人だと思ってるのかなって思って。ごめんなさいごめんなさい。すみません。ごめんなさい。もっといろんなカラーがあるんですもんね。そうですそうですそうです。カラーの話も聞きますけど。ありがとうございます。ごめんなさい。そうごめんなさい。いや鋭くていいですよ。本当に本当にそう勘違いされてないから。勘違いじゃないですよ。失念してたんでね。はい。まあ9人組ということでございまして、まあ9人まあ結構まあ。大所帯ですけど、はい、この9人でこう顔をね見合わせた時になんか思ったこととかってあります？この9人でどういうことできそうだなとか。あかね推しとはある？一番気になるよね。気になる。確かに。リーダーなんで。変な人が多いなって思って。変な人。変わってる人が多いなと。そうなんかしかもなんかリーダーをなんか言われてリーダーですってちょっと大変そうだなと思って。あなるほどこれを束ねるのはちょっと大変そうだなっていう気持ちになったと。気持ちになりましたね。ねねそんな思われとったよね思ってたんですよってなんか変な人でも意外となんかしっかりしてる人が多くてはいいやちょっと声のトーン上がったから今大丈夫です大丈夫ですはいそんな心配することがなかったよかったよかったよねちゃんとしっかりしてるしっかりしててしっかりしてるゾーンの人たちあそうなんですねあそうなんだ割りかし割りかしはいそうですやっぱちゃんと見えてますねはいそうですいろんな人のねカラーをねカラーをねカラーって今言ったんで色についてもダブルミーニングだお伺いしていきたいなと思うんですけどもあかねさんも赤はいそうですレッド担当じゃないですかこれはどういうことで決まったんですか赤はなんでなんですかねでも赤は似合うよね赤似合う赤っぽい赤っぽい赤っぽいリーダーやしねリーダーやし確かになんか赤リーダーっていう刷り込みもありますからそうそうそうそのプロデューサーの人も赤っぽいって言われてこんなに。じゃあもう本当に多分最初のね、なんかもう見た目の引きとかもあって赤だったらしいです。はい。犬飼さんどうですか？犬飼さん何色担当？あ、僕もともと前のグループで青色だったんですけど、それがちょっとチェンジして白色になりまして、で僕白がすごい好きな色で。嬉しいなって思いました。やっと白慣れたぞみたいな。本当にそんな感じです。やった白だと思って。ああ、なるほど。どういうなんか色によってなんかちょっとキャラクターとかってちょっと思ったことあります？白になるな、白ってこうだよなみたいな。いや、そんな特に変えてはないんですけど、なんかなるかな。何？色で性格変わる？変わってないもんね色。当時はどうですか？黄色担当ですけど。僕は性格ですか？はい、性格、まあ、色によってちょっと変わったりとか気合とか変わるのかなと思って。変わらないですね。まあ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 、そうかもしれない。まあそうか、うん、黄色ってでも例えばね、ヒーロー戦隊だとちょっとコミカルな位置だったりとか。あ、でも元気な感じ。なるほどなるほど。めちゃくちゃ元気ですね。そうだよね。でも黄色になったのは余ってたからっていうあれなんですけど。あります？秘密だよね。秘密だよね。でも一番似合ってるね。確かに黄色似合ってる。キャラクター合ってますよ。じゃあこれからも黄色でよろしくね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。冴島さんブルー。そうですね。はい。どうですかブルーは。ブルーはもともと紫だったんですけど、僕はでも本当に青をやりたくて、僕は絶対に青がいいっていうふうにこう、そうですね、最初みんなで集まった時に、そうなんか青が被ってる人とか紫が被ってる人がいたんで、もともと別のグループだったんで、もともと青だったし、もともと青でもう一人青いたんですけど、その二人を全部どかして、僕が主張が強くて、僕絶対青がいいって言って青になりました。でもそれ大事っすよね。自分でだってカラー見えてるんだったらやっぱ言った方がいいし。そうですね。冴島さん思うブルーってどういう立ち位置ですか？確かに色感覚で青が好きだから青来たんですよね。いやまあそうですね、青が普通になんていうんですかね、イメージかむずそうですね。クールとか自分に似合うかなと思って。ああなるほどなるほど。そうですね、一番フィットするんじゃないかなっていうね。はい、そうです。でもなんかね、みんな似合ってるよね、この角。ああ確かにね、ぽいよね。そうそう、ほんとしっくりきてる感じですね。男性アイドルって例えばアイドル始めるときにいろんなアイドル、海外もそうですけど国内もそうですけど、なんかこういうアイドルいいなとか、ちょっとなんか目指したいところとか憧れてるものとかってあったりしましたか？あかりさんどうですか？でも僕もアイドルもともと全般好きなので、そういう特にここ目指したいというのは別に会場とかない。それ好きだったとか聞いてましたと、一番この人の聞いてましたとか。全般好きなんですもんね。はい、全般好きです。難しいよね。難しいですかこの質問。いや、そんなことないと思う。ラインがあるからね。ラインがある。お、ラインがある。ラインがあるね。ラインがあるんですよね。あ、ラインなんだ。わかんないです。これはこの質問は結構ざわつく質問なんですか。そんなこと。どうなの？場合によっては。そんなことない。なりたいアイドルないのかな。でも子供の頃からやっぱ嵐さんとかそういうなんかテレビですごい見てたんで、これなんだよね。はい、そうですね。じゃあ犬飼さんあります？そのなんか好きだった男性アイドルだったりとか、海外アーティストでもいいですし。何なんだろう。いやいいですよ。でもね、皆さんその中でオンリーワンがね生まれやすいから、その誰かの真似をするわけでもなく。あ、そうですね。すごいいい、ありがとうございます。フォローありがとうございます。カラーがね混ざり合われればね、また一つのオリジナリティになると思うんで、それはいいと思いますけども、私はプロフィールの話ちょっと聞いていきたいんですけども、まず犬飼さん、イラストが得意ということで、グッズのイラストなども本格的にね、書かれてますけど。あ、そうですね、はい、イラストはいつぐらいからこう得意で始めてたりとか。イラストは本当に学生なんかも中学生とかの頃からずっと教室の隅っこで書いてました、はい、なるほど、こそっと隅っこでね、そういう授業中とかに書いて、先生が来たら高くっていうやつですね。偉人の目黒く塗りつぶしたりとかして、そうです、そういうことしてそうやってました。いつぐらいからこれイラストをちょっと前に出していこうかなとか特技しようかなっていうふうになったんですか。何なんだろう。でもなんかもともとイラスト描くのずっと好きで、なんか SNS とかに上げてたりしてたんですけど、その流れでずっと今も描いてます。皆さんから見てこれ犬飼さんの絵ってどうですか。本当にすごいなんか特徴をちゃんと捉えてるその人の描いた絵もね早いよね。早いちゃんと漫画みたいな絵も描けるし普通に可愛い動物とかも描けるしいいよね。すごいです本当に。嬉しいです本当にありがとうございます。なんかまたちょっとチャレンジしてみたい絵の雰囲気とかまた違った画風とかって考えたりとかするんですか。いや思いますね。全然いっぱい書いてみたいなって思います。そうですね。そしてあかねさん、はい、特技大食い。あ、そうです。大食いですって。はい。どれぐらい食べるんですか。回転寿司とかだと多分30以上。そんな食べるんですか。皿以上。はい。やばいですね。30皿60個ってこと。やば。60個ですよ。やばい。無理だ。結構それは自分の中でちょっとこれトライしてやろうと今日はいっぱい食べようかな。そうそう一回やってみようかなと思ってそしたらなんか30以上多分40ぐらい30ぐらいいってもう途中からもう味しないでしょもうそこまでとりあえずなんかこう流れてくるやつとすぐギャル曽根みたいな食い方してる。一回やってみたくてなるほど。でもそれで3040皿っていうのはいけたから意外といけるのかなと思ってそれ以降なんかチャレンジしました。なんか家系のラーメンとか。あ、やったことないですね。でもやってみたいんですね。寿司がやっぱ一番行きやすいんですかね。そうです。あ、でもカレーとかはこんぐらいのやつなんかやりました。やったね。食べましたなんか。すごいね。全然いけていけるですねなんか。じゃあ今度ねみんなでやりに行こう。確かに。でも何でも食べるからね。そうだよね。何でも食べれる。でも食べるって認識ですか皆さん。すごい何でも食べてくれます。なんか柏割もなんか食べるワードが入ってるとなんかだいたいなんか僕になっていいじゃん。それはね。はいそうです。ああなるほど。じゃあケータリングとかでも裏でも結構食べる。いやでもそういうのはね。みんな食ってるイメージはないですか。そういうの食べる。なんかお菓子とか食べるよりかはなんか飯をいっぱい食べたい。あ飯を食いたい。はい。男っぽくていいですね。お腹いっぱいでね。うん。あでよしとに渡したら食べてくれる。食べてくれるよね。もうこれ食べてって言ったらすぐ食べてくれます。あら、嬉しいよね。すごい。そういうちょっとでも体力的になんかね気をつけたりとかすることあるんですか。なんか運動をよくしとこうとか。いや全然。特にない。特にね。キャパシティがやっぱ大きいんでしょうね。そうだね。動いてるイメージはないよねあんまりね。まあ食べてるけど。でもライブで一緒になんか確かにすごいリーダーだしね。消費量がすごい。消費できてるはいかなと。なるほど。そうですね。そしてまあ東條さんこちらは早食い。はい。また今度は多いの後に早いのが来ましたけども。はい。早食いですって。どれぐらいどう早食いなんですか。早食い。いや多分そんなに早くないよ。特技ですよ。周りが遅いんですよね。周りがゆっくりなんですね。こういうのとか。そう遅いから。いや僕は普通だと思うんですけど。小腹ぐらいのスピードで食べそう。でも早すぎるんですよみんなが。びっくりします。僕はまだ僕は半分ぐらい残ってるのに、もうみんな食べ終わってて、でなんか嫌な目で見られますいつも。早く食えよみたいな感じで。なんか僕のやつが後から届いてもまだ食ってる。そうまだ食べてます。まだ食べてるんですね。そう。じゃあみんなより早く食べ始めないと。あそうなんだから店員さんに早く持ってきてくださいって。無理だと思います。前後できないからそれね。団子みたいな。でも早いです。虎丸くんはめちゃくちゃ。なんかちょっと時間かかるんですか。早く食べようとか。あでもなんか早いなとは思います。なんか例えばじゃあ家でご飯を食べますみたいな一人で食べますってなった時とかもなんか YouTube とかを流し始めて食べたりとかするんですよたまに。YouTube とかはなんか YouTuber の人とかご飯を食べ始めてないのに自分が食べ終わっちゃうみたいな時とか。そんな早いんですか。なんかあります。味わってますちゃんと。噛んでる。商品紹介とかをしてる状態でもう食べ終わっちゃったりとか。だから。YouTube はもう見ないようにします。見ながら食べないようにね。食とねこれ向き合うっていう意味でね。何かに追われてるってことないですよね。追われてるよね。業を背負ってるってことだよね。そういう。ああなるほど。でも早いんですけど、食べるのも早いんですけど、何回もお腹が空くんですよね。ああじゃあもうなんかサイクルが早いんでしょうね。早いです、めちゃめちゃ。すごいね。じゃあ結構常になんか食べたいなみたいな。食べたいです。それ黄色っぽくなってるじゃないですか、キャラクター。確かに黄色っぽいよね。確かにいつの間にかね。確かにやっぱ黄色でね。やっぱ黄色ですね。人生の黄色だよね。そして冴島さん、はい。温泉がお好き。あ、はい。温泉、はい。温泉お好きですか。温泉好きです。はい。どれぐらいの頻度というか、よく行ったりとかするんですか。温泉というか、まあ普通になんかそのお風呂とか、お風呂。温泉っていうとなんかそのあれじゃないですか、旅館とかね、旅館とかその箱根とかそういう感じのイメージですけど、そういうのはあんま行かないんですけど、銭湯とか、あ、銭湯とか、まあその辺の。銭湯ってそんな変な銭湯じゃないよ。銭湯どういうこと？教えてよ、逆に。そんなイメージ変な銭湯教えてよ。そんな、いやでもおばあちゃんとかおじいちゃん、おばあちゃんはいないか。おじいちゃんとか変な銭湯。おじいちゃんとかが変な銭湯なんじゃないですけど。おじいちゃんとかがいるところもたまに行ったりしますよ。家の近くのところとかよく行って。普通にそのお風呂に入ることが好き。あ、なるほど。じゃあ結構長風呂ですか？あ、めっちゃ入りますね。1時間ぐらい入りますね。その間何してんですか？だって本読んだりとか携帯いじったりとか。あ、風呂入ってる間ですか？いや、特に何もしないですね。すごいっすね。何もしないで1時間入れるんですよ。すごい。なんか何も考えないでわーっているのがなんか贅沢みたいな。ああ、なるほど。何も考えない贅沢を味わってます。すごい。プーさんみたいな。ごめんなさいね、急になんか温泉入った後みたいになってます。すごい、マジで汗がちょっとかいてきた。さあ、他のメンバーについてもちょっといろいろ聞いていきたいんですけど、9人の他のメンバー、はい、じゃあどんなキャラクターか教えてください。はい、まずシカシオンさん。お、一人ずつ。そういうこと。シカシオンは、いや、面白い。面白い。こういう質問あんまないですね。シカシオンはでも顔が綺麗ですね。あ、そう。顔めっちゃ綺麗。ビジュアル担当みたいな。キュッてなってて。顔もちっちゃいんですね。多分こんぐらい本当。そうです。こんなです。本当にちっちゃくて。でもちょっと変らしいです。ちょっとなんかね、ぬいぐるみと話したりする。あ、そうですよ。ぬいぐるみと話したり。結構なキャラクターですね。そうですね。ちょっと紫色担当なんでちょっとなんかこう変わったなんか雰囲気を。ああ、なるほどなるほど。ちょっと不思議ちゃん的な感じがある。はい。まあ不思議だよね。不思議。そして菅野さん、菅野大和さん。身長がすごいです。191センチ超え。そんな大きいんですね。へえ。本当にね、喋る時とか見上げないと本当に首が疲れちゃう。首が疲れちゃうぐらい。足も長くて。どういうキャラクターですか、菅野さん。どうなんだろう。でもなんか元気だよね。元気ですし、優しいというか人間性がなんかすごい。人間味が溢れてる。人間味がいい。本当に人間味に溢れてます。すごい。気遣いもできるし。気遣いもできるし。ちょっとお兄ちゃん的な感じもある。どうなんだろう。お兄ちゃんそばじゃないけど、大きいから包容力あるみたいな感じですね。まあまあ包容力はなんかみんなから好かれてるなって感じ。ああ、なるほど。90は大きいですね。大きいですね。そして三上壮さん。はい。三上壮さんはどういった方ですか、キャラクター。一応セクシー担当らしいんです。セクシー担当らしい。自称。自称で。でもなんかあんまりその詳しくわからない。何が？三上壮について？うん、めちゃくちゃかっこいいんですけど。かっこいい。その結構寡黙な。あ、ミステリアスだよね。そうなんですね。だからそんなあんまり。よくあれでも絶対遅刻はしないですね。遅刻しない。確かに確かに。遅刻しないし真面目みたいな。真面目。ああ、なるほど。しかも優しい。優しいね。多くは語らない。多くは語らない。多くは語らないけど。いいよね。なんかいい。なんかいいね。めちゃくちゃ顔がイケメンです。イケメンなんだ。めちゃくちゃイケメンです。そして楠木司さん。ああ、そう、今度はちっちゃいです。今度は一番ちっちゃいよね。うん、一番ちっちゃいです。背がどういうキャラクターですか？なんかちっちゃいとやっぱこう元気なチャカチャカしてるみたいなイメージあります。あ、ちっちゃいのになんかカッコつけます。ちっちゃいのにカッコつける。ちっちゃいのにカッコつけます。いいですね。それが可愛いって感じで。ああ、なるほど。少年みたいな。あ、そうだね。サッカー少年みたいな。結構そうだね。結構元気印みたいな感じ。でも元気かって言われたら、いや元気なんだけど、なんかそのステージ上とかだと、そう MC 中だと絶対喋ってくれない、黙っちゃう、なんかキャラ作りしちゃうんです。ステージ上ではすごいキャラを作って、なんか両手でマイク握っちゃう感じになっちゃう。なるほど。やっぱり可愛いからっていうのをちょっとバラしちゃうんですけど、じゃあもっと喋ってほしいんだ。あ、そうです。本当はめちゃくちゃね、面白い喋るキャラなんですけど、表には出さないらしいです。あれじゃあこれでもこれからね、クロスボーダーはなんかいろいろこう出てく中で、やっぱ皆さんとこれほら喋らせるように。確かにそうですね。ね。ちょっとまた新たな面が出てくるかもしれないですね。そうですね。そして姫宮ハルさん。はい。姫宮さんどういう人ですか。生意気。まだ10代。あ、でもそう若いんで。若いんです。なるほど。すごいね。可愛いね。可愛い。可愛いとにかく。でちょっと弟っぽい感じもありつつ、でもなんか僕よりはお兄ちゃんっぽいよねっていう。そうだね。確かに意外と冷静なとこもあるみたいな。冷静なとこもあるし。やっぱ若いから一番下とかなんですかね。そうですね。そうだね。一番結構同じ年か。同い年。あ、でも1個下。あ、1個下か。結構見えてるんですかね、皆さんの。意外と見えてる。見えてるよね。すごいわがままで。そうですね。あ、そう、その調子、わがままの調子がなんか高い時なんかハイになった時がちょっと手つけらんない。いいですね。時ある。でもいいよね。なんか誰とでも話すし。え、そう。マジで。え、そうなのよ。いや、マジで話しやすいし、ね、最高にいいよ。最高にいいよね。楽しいよね。楽しいよね。ああ、なるほど。やっぱこう9人それぞれですね。本当にいろんなキャラクターがいて、そうですね。こう皆さんオフの時とかって、あるいはなんかどっか収録のちょっと合間であったりとか、ライブの合間とか、なんか皆さんでどっか行ったりとかするんですか。9人全員ではないですね。なかなかないですね。人数がやっぱ多いから。そうね。誰とどういうとこ行くよみたいな、オフに何かしたよとかいう思い出あります？なんかある。でもなんか休みの日は遊ばないです。僕は遊ばないです。休みの日は確かにそんなに合わない。ツアーとかがあったんですけど、その時は多分みんなそれぞれでなんか銭湯行ったりとかご飯行ったりとかは遠征でね。遠征した時ははい。じゃあ割となんか9人バーって散る感じですか？なんか休みと散りますね。ああ、なるほど。逆にこう9人集まっちゃうともうなんかまとまらない。いざご飯食べるってなるとなんかもうなんかそことこれが食べたいあれが食べたいみたいになるから。だしも話もなんかもう全部なんかいろんなとこでこうなんか始まっちゃってね。なんか大変。なるほど。じゃあ結構みんなもう好き好きやってる感じ。そうですね。そうですね。なんかツアーとか行ったりとかして、なんかちょっと面白いこととかってなんかありました？エピソード的ななんか。彼がこういうことしたよみたいな。面白いこと。あ、やばいこと教えてください。ちょっとだけ前代未聞のなんかその三大都市ツアーみたいなやってた時に名古屋、大阪、福岡でツアーをしたんですけど。それね。福岡の時にまあなんとクロスボーダー全員飛行機に乗れなくて、大幅にね遅刻してしまう。やばすぎる。やばいでしょ。結構やばかったんですけど。スタッフも含めて全員飛行機に乗れなかったんですよ。飛行機だって国境越えていこうみたいなこと言ってる。グループが飛行機みたいな。日本の中ですらそうです。ちょっとまだ国境は県境です。ちょっと難しかった。県境はね越えたんだけど。結構な出来事ですよそれは。そうなんですね。飛行機に乗れないの。それ何がこう。あったんですかそれ。あれ何だったんだろうね。だから時空がなんか歪んどったよね。時空が歪んでて、なんかちょっとね誰も何も言い出せなかったっていう。でもフライトの1時間半前には全員で集合してたんですよ。ちゃんとね空港に。なんか珍しく全員ちゃんと時間通りに揃ってて。そしたらなんかそういうことが起こっちゃって。そうなんですよ。まあでもなんか電車感覚だったよね。そうだよね。電車感覚で飛行機経験が少なくてみんな。なるほど。でその飛行機経験が少なかったのが悪い。そっか、まあすぐ行けば乗れるだろうみたいな感じでいてみんな手続きとかいろいろね。そっかそっか、それでみんなもうやっやってて好き好き。そうなんです。でもなんか検査場とかはさ、30分まあちゃんと30分。あ、そう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 。通ってたんですけど、そこからゆっくり歩いてね、なんかいろいろなんか意外とね列が長くて検査場の。ああ、なるほどなるほど。それでなんか気づいたら5分前。綺麗にみんな乗れなかったんですね。そうです。ああ、それスタッフさんとかも一緒に乗れなかったんですもんね。そうです。すごいすごい集団ですけどね。本当にね。やばいですよね。なかなか。で、それで遅れたじゃないですか。遅れてどうなったんですか。現地の話とかその流れとかどうなったんですか。あ、すごかったよね。なんかリリースイベントが当日あったんですけど、それをちょっとずらしてもらって時間を一番遅い時間にしてもらったんですけど、ちょっとそれすら危うくてギリギリで、もうダッシュで向かって、そうなんです。飛行機も遅延しちゃって、その後に振り替えで乗った飛行機がまず遅延しちゃって、そこからもうなんか。でダッシュで向かって、もう楽屋にも行かずそのままステージに直行して、もう私服のままライブ。寝癖もあるし。そうですね。その段階で。そうです。もうはい。どうして成功しましたその時は。どうだったの。みんなドギマギしてるでしょだって。いやそうです。9人ともスタッフさんも含め。成功だったよね。あれは。成功。いやそのなんかイレギュラーな感じがね。いいですよね。まあレアっちゃレア。レアでしょ。ちゃんと勉強になります。勉強になりましたね。飛行機の乗り方がね。国境やっぱこうやって国境のね。これからまず国内線からね。次からはもう学習しましたね。なるほど。さあそしてですね皆様メイクとかまあ美容とかもねこだわってると思うんですけどもなんかありますその僕はこういうことしてますよみたいな。え何？南じゃない？なんで？あでもじゃあ意識高いの南じゃない？俺？うん。メイクですか？メイクとかなんか美容とか気をつけてること？あ、気をつけてること？なんだろう。なんか肌やたら綺麗やもんね。あ、肌ですか？あ、そうですね。肌はまあ結構気をつけてはいます。はい。例えばいやそれはわかるんですよ。はい。全員気をつけてるなっていうところもありつつ、なんか冴島さん僕はこういうことしてますよね。温泉も多分そのうちの一つだ。あ、確かに。あ、それはめちゃくちゃありますね。温泉とかでその代謝を良くしたりとかで、なんかこの自律神経とかを整えて、ストレスとかも全部緩和されるじゃないですか。自律神経がちゃんとしてたら、もう自律神経ですね。もう自律神経をちゃんと保っておけば、いろいろななんかこのトラブルが肌トラブルだとか、起こりづらい。そうメンタルのトラブルだとかすべてが起こりづらいので、なるほど。結構キーワードとしては自律神経というところ、あんま聞いたことないですね。自律神経を保つっていうところですかね。そこは確かに根本で大事かもしれないですね。そうですね。それはもう温泉だとかサウナとかそういうので結構整えることができるので。自律神経を結構そういうところが気をつけてるところ。なるほど。結構思ったと全然違うようなものが書いてきてびっくりしました。はい。結構考え実は結構考えて。確かにそう言われると腑に落ちますもんね。やっぱ精神面って肌に出ますからね。はい、そうです。はい。東條さんいかがですか？例えばなんかこういうことしてるよとかってあります？なんだろうね、なんも特には。特には。ナチュラル。あ、役付け。役付けですね。役付け。役付け。言葉選びなさいよ。アイドルなんだから。役付けだよね。役付けはちょっと言い方も犬飼さんもサプリとか。そうですね。黒くはならないようにしてます。あ、なるほど。美白の方に行こうかなみたいな。一番肌白いんですよ。本当に。ね、手すごい綺麗ですもんね。肌白いもんね。どういうの飲んでるんですか？名前を言っていいの？名前言っていいんですか？いいんかね。まあじゃあでも効能でもいいですよ。例えばビタミンとかあるじゃないですか。あ、ビタミンのもう本当に効能のやつですね。効能のやつ。どういう効能って何？美白とか。あ、そうです。美白のビタミン。高濃度ビタミン。あ、なるほどなるほど。それを取ったりしてるんですね。そうですね。ビタミン C のカラーリングしてますもんね。確かにね。ビタミン C 4時間に1回やってます。結構取りますね4時間。すごいね。はい。犬飼さんか。犬飼さんはね何もしてない。なんかでも肌がね黒くて。メイクとかをさ一番結構丁寧にやってるじゃん。あ確かにメイクはすごいなんか時間長いです。時間が一番長いじゃない。きっと。なるほど。そうですね。なんかこう自分の中のここが好きなポイントとかそこを力入れてるよみたいな。ちょっとないかもしれない。なんかコンプレックス多くて、でそれを消すように頑張ってます。あ、なるほどなるほど。そうなんですよ。じゃあ自分の好きなところにこう近づけていこうみたいな感じで毎日やってますね。あかねさんいかがですか？なんかありますよ。まあ自然体な感じでもすごくしますよ。そうですね。セットとか上手。セット上手。セット超上手だ。人のやつもやってあげたりとかする。たまにやってもらいます。やらされます。やらされます。なんかわかるんですか、そのこのキャラクターにはこの髪型でこういう風にやってった方がいいんじゃないかなみたいな見えたりするんですか、やっぱり。でももうなんか適当です。なんかほぼ毎日なんか自分でやんなきゃいけないんで、なんかそれでなんかなんとなく、まあこんな癖つけとけばいいかみたいになんか適当にやってるとなんとなく形になるみたいな。その時のなんか気分とかで髪型変えたりとか、そのメンバーの髪型ちょっと違うのにしたりとかってすることあるんですか？ああ、でも自分では日によっては前髪上げたりとかセンター分けとかそういうのやったり。しかもね、上げ方もね何種類もあるからね。そうそう、上げ方にも上げ方の種類、前髪の上げ方、天ぷらみたいな言い方してる。上げ方何種類もあるよ。天ぷら種類そんな何種類もないんですよ。はい、そうですね。上げるっていうのはもう本当こう分けちゃう感じですか？分けたりとか、こういうなんかピンで留めてみたいなやったりとか、そうですね。なんかこう例えばファンの方とか、評判のいい髪型ってありますよ。なんかちょっと反響が良かったよとか、あるいはその逆のパターンもあって気になるね。気になるね。でも本当なんかその来てくれる人によってなんかバラバラなんですよね。今日良かったよとかそういう。ストレートが好きな人もいればみたいな、その前髪上げてるの好きとかいう人もいたり。ああ、そっか。なんか耳かけしてるだけでもみたいな、そのやってるの好きみたいな。なんかそんなあれですね、統一性はないかもしれないです。その時の気分で、まあリアクションもだいぶ違うかなという感じなんですね。そうですね。なるほど。さあそれではですね、11月14日にリリースのサードシングル、はい、ワイルドパーティーについてお話を伺っていきたいと思うんですけども、はいはい、ワイルドパーティーどのような楽曲ですか？ズバリこういう曲でこういうとこ聴いてほしいみたいな。楽しいですね。曲がすごいキャッチーな、明るくて、振り付けもなんかすごいなんか。みんなで踊れる感じになってて、そうですね。振り付けっていうのはなんか先生がいたりとか、そうですそうです。先生がいて、振り付け師の方がいて、それでなんかワイルドパーティーなんで、ワイルドなんでこれ W らしくて、でこの手がすごいめっちゃ出てきます。サビにもイントロにも、はい、すごいこれが出てきます。ワイルドパーティーってどういうイメージですか？なんか何なんだろうね。どういうイメージ？かなりワイルドな人はおらんからね。僕はあれはなんか多分大学生とかの飲み会みたいな感じの、確かにそういう感じのね、あれではないですけど、歌詞に乾杯、乾杯とかも出てくるんですね、歌詞の中に。そうですね。確かにね。なんだろうね。なんかまあ。みんなで楽しくみたいな。そうなんか嫌なことは忘れちゃってみたいな、忘れちゃってみたいな、とりあえず楽しもうみたいな。なんかわちゃわちゃしてて、なんか部活感もあってっていう、なんかちょっと楽しげなね作りになってますよね。なんかあの PV のなんか思い出あります？こういうシーン撮るときになんかちょっと大変だったなとか。なんだろう、外撮影じゃない？でも外がすごい暑くて、衣装もこれなんで、そうですね、外で踊ってる時が一番暑かった。夏場だったんで。夏場だったから。確かにね。で紙吹雪とかをスタッフさんが飛ばしてくれたんですけど、紙吹雪がね、すくばって舞っちゃって、芝生に舞っちゃって、それをみんなでこうやって収集して最後片付ける。全部拾った。そういうのもやってね、みんなでね、一粒一粒。あとはね、紙吹雪の音がでかくてあんまり音源が聞こえない、ずれちゃうじゃん。みんなどうしなきゃいけない。でもなんかすごかった。でも楽しかった。あとみんなでなんかピザ食べたりとかパーティーした時間もすごい。なるほどなるほど。実際に食べたりとかして、その時のなんかこうね、みんなね9人いるわけですから、なんかハプニングとかなかったんですか？ハプニングなんかあったっけ？大きなハプニングあった。何？ハプニング？難しい。服の大きさがちょっとちっちゃかった。それ大事っすよ。だってすごくダンスで。なんか室内撮影の時にそのピザとかのパーティーシーンとか撮る時とかに、なんかまあそれぞれメンバーカラーの服を着たんですよ。なんか衣装じゃなくて、でその時にちょっと服がサイズミスかなんかでちっちゃいのが届いちゃった人がいたんですね。でもメンバーみんなやっぱ基本細いから、そんなちっちゃいっつってもそんなもう乳首浮くような、そんなではないです。これぐらいみたいな感じで、そっか袖がちょっとツンツルテみたいな感じになっちゃったんですね。っていうメンバーがいたって言いましたね。そしてファーストセカンドと2作連続オリコンデイリー1位ということですけども、どうですか、プレッシャー、新メンバーでの3枚目、うん、ちょっとプレッシャーやばいですね。ここでは崩したくないよね。歴史長いんですよ、クロスボーダーって。なるほどなるほど。なんで新体制になって初めてからどうなんだろうって僕たちも分からない。ああ、そっかそっか。でもいきそうな感じしますか？頑張りたい、頑張りたい。そうだね、頑張りたいですね。はい、今回のこのワイルドパーティーで、まあ歌であったりとか、まあダンス、まあいろいろ、もちろんね、いろいろ振り付けもあると思うんですけども、どうですか、ワイルドパーティーの中でなんか歌とかで大変だった思いとかってあります？なんかある？大変だ？歌大変、なんか大変だったところみたいな。あ、でもなんか高くて、僕が歌うところがちょっと高くて、そうだよね。なんかレコーディングの時にすごいイライラしましたね。出なくて自分でね。そうですね。イライラして。勝負してたね。でもなんかね、もう歌ってるうちに慣れてきちゃって、出るようになってきた。ああ、なるほどなるほど。結構歌いながらこのダンスするって、まあ素人からすると結構ハードだなと思うんですけど、そこら辺とかってもう全然もうお茶の子さいさいですかも。曲によって、あ、でも曲によってはあるかもしれないですね。ワイルドパーティーは比較的なんか。やりやすい、やりやすい。はい、歌もそうですけども、じゃあ踊りはどうですか？踊りでなんか振り付けとかで、さっきこうダブル出てくるって言ってましたけど、なんかこう大変だったところとかってあります？なんかある？でもすごい簡単な振り付けで本当にもうね、覚えやすい、なんか覚えやすい、みんなが真似しやすいやつになってるから、まあ苦労したところはそんなにないんですけど。ああ、なるほどなるほどなるほど。でも結構9人いると、例えばなんか踊りが覚えるのが時間かかったりとか早かったりとかあるじゃないですか。もう誰が早いです。早食いだし、ダンス覚えるのも早い。飲み込みが早いですよね。飲み込みがね。あ、すごい。なんかそのコツがあるんですか？いや、ないですね。でもなんかワイルドパーティーの時とかも、僕インフルだったんだっけ、なんか病気やったなんかで振り入れがいけなくて、あら、でもなんか動画を見て覚えてました。それすごくないですか？だからなんでなんだろう。なんか得意なんじゃない？コツはないです。別に覚えようとしなくても覚えちゃうみたいな。だから見てればなんか覚えちゃいます。あとなんか他の人のライブとか見てても、なんか誰がどこを歌ってるかとかをなんか覚えちゃうんですよ。だから歌詞割りとかもなんか覚えちゃうんですよ。ね、でもそれもすごい才能ですよね。才能すごい。ね、才能。特技にしてくね。特技そうですね。十分特技になる。ね、早覚えと早食いってね。ああ、なるほど。逆にちょっと時間かかってるなとか、ご自身で例えばちょっと苦手だなという意識のところとかってあったりします？ね、みなみどう思う？大島さんどうですか？誰でしょうね。あれ？いるかなこの4人のうちに。苦手という意識はないです。なかったんだ。はい。確かにないかもね。はい。結構みんなマイペースですか？みんなその練習の時とかってまとまるの大変じゃないですか？9人もいて。うん。大変だよね。割とまあ大変だと思う。始まるまで時間かかりそうなイメージありますよね。9人いると。みんな伸び伸びしてるじゃないですか。基本。集まるまでがかかったりするよね。やっぱり。ね。で、ほら時間も限られてる中で。覚えなきゃいけなくてってなって、でやっぱそこスイッチ入るんですかみんな？あ、でもフリーレンの時は比較的みんななんか集中して結構ね、集中モードで頑張ってる。そういう時はもう割とこうゴールに向かってみんな一生懸命そうですね、はいって感じで。なんかこう難しい振り付けとかってあるんですか？楽曲の中で。この曲でやったら。この曲はないかもしれないですね。本当にめっちゃ簡単です。簡単な。難しい時とかってなんか教え合ったりとかするんですかみんなで？あ、しますよ全然しますね。じゃあ僕覚えたからみたいな感じですか？僕覚えたからちょっといけるよみたいな。前立ってやってみたいな、みんなに教えてとか言ってやってもらってます。トラマル君に。あ、トラマル君さすがですね。ありがとうね。どういたしまして。歌入れの時とかってどうですか？歌入れって結構みんなパートでまあね、歌詞割りしてやるじゃない。はい。なんかみんな見てるんですか？レコーディング。ないですね。見ないよね。バラバラなんで。行けるときに行ってみんな撮るよみたいな感じなんですね。その日に3人ぐらいその日程が取られてて、うん、3人とも時間がバラバラなんで会うことがあんまりない。あれでもそしたらなんか例えばリハとか緊張しません？ちょっとああ聞かれるってことですか？そうだし、なんかみんな9人でやりますよってなったらちょっと緊張するっていう感じないですか？どうなんだろう。緊張はないかもしれない。緊張はないけど歌詞を間違えたりする人がいるよね。歌詞を間違えたりする人いるよねって。いるよね。そうだよね。ごめんね。結構間違えちゃいます。あ、そうなんですね。ライブの時は。でもオリジナルの歌詞で歌う。それすごくないですか？逆に難しいでしょ。才能ですよ。才能です。才能。なんか間違ってない、なんか似たような意味でこうなんか寄せてくる。それすごいですね。間違えたと思ったらすぐ変えます。気づいてるんですか皆さん、その犬飼さんちょっと変わったぞと。気づきます。気づいてるんで、もなんか当たり前のようにそれを歌ってるから、なんか毎日違う曲が聴けるんだよね。そう、ちゃんと楽しみを見つけてくれてるんですよ、東條さんとかね。いろんなところで多分ね、パフォーマンスすることにも多分今後なっていくと思いますけど、はい。何かこう見せたい、ここでやってみたいとか、こういうところでなんか収録できたらいいなみたいな、なんかちょっと希望とか夢とかあります？なんかやってみたい。ライブハウス的なことですか？ライブハウス。ゼップとかでやっぱ。ゼップね。はい。ゼップ羽田。はい。確かに。いいですね。うん。新しい箱だし。僕は空を飛びたいです。空を飛びたい。空を飛びたい。ワイヤー。あ、なるほどなるほど。ワイヤーアクションみたいのでやってみたいと。いいね。いいよね。やりたいよねそれ。うん。めっちゃいい。怖くないですか？高いとこ。あ、高所恐怖症です。そうだったの。はい。やばい。死に滅裂が出たけど今。怖い怖い怖いって言いながら飛びたいってこと。怖い怖いって言いながらやってみたい。下は見ないけど。あ、下は見ないけどね。あ、じゃあ一応釣られたいとか飛んでみたいみたいな気持ちはあるんですか？飛んでみたい気持ちはあります。ああ。俺あれやってみたいです。さ、下からこうやってダウンで飛ぶ。あ、ジャンプ。なんか床から出てくるやつ。ステージにそのまま出てくるみたいな。あれかっこいいですよね。あれね。でもファンの子どこ見ていいかわかんないもんね。確かにね。9箇所出てくるわけですもんね。うん。でもあれはいいですよね。なんか醍醐味な感じします。そうですよね。うん。なんかあります？他になんかこういうとこやってみたいとか、冴島さんとかあります？こういうところやってみたい。そうだな。なんだろう。どういうところに向いてますかね。例えばこの曲とか、ワイルドパーティーで言うと、こういうところやったらなんか映えそうだなとか、楽しい感じ演出できるかなとかってちょっと想像したりします。こういうとこっていうのは場所のことですか？場所、ロケーション、公園とかでもいいんだよ。いつでもできるから公園は。センター街でも。そう、センター街。センター街。センター街面白いですね。確かに。センター街。いいですね。いいですか？じゃあもうセンター街でいいですか？センター街の。皆さん一緒にセンター街でいいですかね？センター街で。そろそろですね、お時間ということでございまして、最後にですね、こちらのカメラに向かってメッセージいただきたいんですけども、はい、ワイルドパーティーすごく楽しい曲なので YouTube に MV 上がってるのでちょっとでも再生回数を伸ばしたいのでぜひぜひ皆さん見てください。お願いします。クロスボーダー本当は9人いるので、もしよかったらライブ見に来てくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、クロスボーダー本当にとても楽しいグループで、見てて多分元気が出るようなライブもしてるので、よかったらぜひ見に来てください。そしてワイルドパーティーも発売中なのでぜひ買っていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、新しくなった新体制のクロスボーダーはまたね、前のクロスボーダーさんとは別の意味でこう魅力的な楽しいグループとなっていると思いますので、ぜひ、ライブとかに足を運んでもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。本日のゲストクロスボーダーの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。楽器教則 DVD シェア No.1 アトスインターナショナルのギターレッスン見放題サービスがスタート。ブルース、アドリブソロ。F マイナーというのはですね、音楽理論、こちらにあります、機材セッティングなど DVD で人気の映像が100本以上見放題。アドリブ、スケール、音楽理論までギターの全てが分かります。アトスギターレッスン、今日からあなたもギタリスト。